はい、どうもひろしです。今日は何について話していくかと言いますと、幸福の科学 の職員さんとかで法名っていう名前がついてる人がいるんですね。そうだから、この法名っていうのが何っていうことについて、解説をしていこうかなと思います。例えば、表に出てる人とかで、よくあるのは幸福実現党の党首の釈良子さんですね。これとかも法名ですね。あと七海ひろ子さんとか、これとかも法名ですね。だから釈さんだと、本名は、釈良子じゃなくてだったりとか、七海さんだったら、七海ひろ子じゃなくてだったりとか、ビジネスネームとしては別の名前を使ってるっていう、そういうことになるんですが、劉邦がその名前をつけてるんですけれども、釈さんとか、七海さんとかはね、別になんかそこまでめちゃくちゃな名前ではないと思うんですけども、結構すごいのもあって、例えば天保林蘭とかね、そう天保林蘭本名とか、あとイシスマリコとかいますね、本名はい、とかね。こういう、だから、ハンコとか作るときどうやって作るんだろうみたいな。これが、どういう意味を持ってるかって言いますと、その教団の中でのみ、使う名前ですね。だから、オウム真理教でいうとこの、ホーリーネームに当たるものですね。これは、だから、劉邦が、自分が気に入った人に対して、気分でつけてるっていう、そんな感じのものですね。格付けの一環としてやられる場合が多くて、過去税認定とかとね、似たような感じで使われる、効用が ありまして、過去税リーディングをして、で、その人の過去世が、例えば、昔の、偉い神様のなんとかって人でしたとかしたら、その過去世の人の名前からちょっと一部、名前をもらってつけたりとか、例えば、イシス・マリコっていうのは、さんの、過去世が、古代エジプトの、イシスっていう女神だったっていう、そういう設定なんですけれども、あと他に、あるとしたら、政治的な、意味合いを持ってつけられる場合とかもありますね。例えば、幹部の人で、村田謙信さんっていう人がいるんですけれども、その人の本名が、高信っていうんですよ。で、高信の高が、大川隆法の隆と、たまたま一緒なんですよね。高しで被っちゃうから、ちょっと恐れ多いっていうことで、そういう感じに直したみたいな、そういうパターンとかもね、一部あったりとかしますね。教団の中では、この隆法にね、この法名をつけてもらえるっていうのが、プレミアと言いますか、これ以上ない幸せみたいなね。僕にはね、なんと言いますか、一切全くもって理解ができないんですが、タレントさんとかがね、芸名で仕事をするのとね、同じような感じといえば、同じような感じなんで、別になんかそんなおかしな話ではないのかもしれない。ただね、劉邦ネーミングセンスねえぞ宣言よしこって何なん。よしこっていうこの下の名前がですね、さらば青春、されど青春のね、ヒロインの名前が、役名がぬかたよしこっていう名前だったんですけど、そのよしこに合わせてなんか同じ名前にしたみたいなね、このなんかこの役名に芸名をなんか合わせるっていう、このなんかセンスのなさっていうかね、言っちゃえばね、この幸福の科学っていうのもセンスないですからね、はっきり言って。なんだよ幸福の科学って、もう何一つ科学してねえだろうっていう、堅苦しいし、とっつきづらそうだし、うさんくさそうだし、科学性みたいなものが一切ないのに科学って言ってるから、その内実と合ってなさすぎるんですよね。だからもう競技からそのまま取るとしたら、不幸の妄想ですね。これが正確かなと思って、ぜひね、今日の名を変えられたらいかがなんじゃないかなと思います。はい、ということでちょっと短い動画なんですが、法名って何っていうことについてお話をしていきましたということでございました。何らかの参考になれば幸いです。はい、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録&高評価ボタンお願いします。